ファン必見。ナンバー、愛の MV に隠された未知なる次元、LED の力が解き明かす魅力の真相。最新のナンバー、愛の MV、ゴートが話題となり、視聴者たちはその驚くべき照明効果について疑問を抱いていることでしょう。一体、この素晴らしいライト製品は誰の手によるものなのでしょうか今回、我々は LED 東京代表取締役社長がその制作に携わっていることを明らかにします。 デジタルサイネージから商業施設や店舗まで、様々な場面で LED 東京は照明のプロフェッショナルとして注目されています。LED 東京代表は自身のツイッターアカウントで、ナンバー、アイが、ゴートの MV で見せた驚きのダンスパフォーマンスを紹介しました。その中で、彼らが LED 東京の照明技術を使用していることが明らかにされ、そのクオリティについてファンから絶賛のコメントが寄せられました。 ファンの一人であるプラムウェアは、MV の絶妙な色彩に感銘を受け、彼らのかっこよさが、より引き立っているとコメント、かっこいい演出に感謝の意を示しています。かっこいいだけでなく、ゴートの不思議な世界観にも賞賛の言葉が寄せられ、多様性と豊かさが表現されています。さらに、コメント欄には、最高にかっこいい曲と映像、何回見ても、ナンバー、愛が輝いている。 素敵な MV 楽しみにしていますといった感謝の言葉が溢れています。LED 東京のライティングが彼らのダンスを引き立て、ファンを魅了していることが伺えます。特に、ここりりさんは、ライティングとってもかっこよかったです。音とダンスと照明がビタ、と一体化していて震えました。史上最高、最強ですと述べ、LED の演出が音楽とダンスと一体となり、最高のエンターテインメントを提供していることを指摘しています。 船ぐすいさんも LED もかっこよく踊ってますよね、と照明がダンスと連動していることに注目し、床の LED の動きがダンスを一層素敵にしていたと感謝の気持ちを伝えています。このようなファンのコメントからは、単なる照明ではなく、LED 東京の技術がナンバー、愛のダンスや音楽と一体となり、視聴者に感動と興奮をもたらしていることが伺えます。さらに、 今回の LED の演出によって男性ファンの急増やファン層の拡大も見受けられ、照明の力がコンテンツにどれだけ影響を与えているかが伺えます。コンテンツの魅力を引き出す照明技術は、まさに今後のエンターテインメントにおいて重要な要素となりつつあります。最後に、ナンバー、I の、ゴートの MV は、LED 東京の卓越した技術とアーティストたちの才能が融合した傑作であり、 その創造性と独創性が視聴者を魅了し続けています。今後も LED 東京の新たな挑戦に期待が高まります。